佐藤さん、もう一杯。はい、えー、佐藤さんもう一杯第百四十四回でーす。音声だけになっても。 スタートは変わらないのでしたというわけで、えー、動画番組でずっとやってきましたあー佐藤さんもいっぱいねえー、おかげさまで47都道府県のお供を1周しましてですね、えー、今回から、まあ、音声番組いわゆる ラジオの形式を撮らせていただくということになったまあリニューアルオープン第一回ということでございましたねいかがお過ごしですか、えー、先日5月19日は佐藤拓也40歳のお誕生日会イベントどうもありがとうございました大変、えー、先輩方お二人がですね盛り上げてくださいまして非常に えー、なんとも幸せな幸せなんですけれどもあまりにもあまりで熱に浮かされたような、えー、私は一体なぜ何をしてるんでしょうみたいな感じになっちゃってね、えー、胸がいっぱいの一日だったんですけれどもですね、えー、ご覧いただいた方ご来場いただいた方皆様いかがでしたでしょうかたくさんね、えー、感想のメールそしてお便りなんかもいただいておりましていやそれをこう読むにつけあ 皆さん楽しそうでよかったほっとしたという気持ちでいっぱいでございますけれどもね本当にあの節目の始終、えー、思い出に残る一日を過ごさせていただきましたどうもありがとうございましたであのリニューアルの初回ということなんで今日は、えー、小川さんと一緒にやっていきたいと思っております小川さんお疲れ様ですお疲れ様ですセカンドラインの小川ですよろしくお願いします、はい、じゃあまあはい、ね、あのぬるっと始まるのもなんですから <laughs> はい、はい、乾杯はい乾杯 <laughs> はいというわけで ねえー、感想のメールねたくさんいただいてたんで、はいまあ、あと今回のリニューアルに際してということでも頂い,いておりましたんでちょっとご紹介したいと思います、はいえー、まずはこちらいろりさんから頂きましてありがとうございます、えー、佐藤さんこんにちはこんにちは佐藤さんもいっぱいが今月からリニューアルということで形を変えながらあ佐藤さんの声を届けていただける番組を続けてくださることが幸せだなと思っております、えー、ですがお姿が拝見できなくなるのはやっぱり寂しいということで本日 佐藤さんの服装やヘアスタイルなどなど差し支えなければ我々チェイサーにご説明いただけると非常に助かります。えー、音声ならではのおー やつがいただけるととっても嬉しいです。なるほどね。これからも佐藤さんもいっぱい楽しみにしています。ということでありがとうございます。そうね、これまではもうあのー、メイクも入って、えー、髪型もちゃんとしてもらってで、お洋服もいろこう考えてということでお,お届けしていたんですが、まあね、あの x の方ではもうこれから佐藤はすっぴんでみたいなことも申しました。けどもあれすっぴんですよ。<laughs> えー、すっぴんですよ。佐藤すっぴんです。ひげは剃ってます。えー、髭は剃ってるんですけど、髪もナチュラルですね。多分 この髪の毛ね、明日あの切って染めます。明日切って染めます。あのこれを撮っている現在ですけど、明日切って染めます。あのー、昭和を舞台にした舞台もね、えー、悪魔の手まり入れでも終わったということで、えー、もう黒髪で黒髪でずっといるっていうこともですね、あの制約がなくなりましたんで、なんかいつも通りちょっと色入れてみようかなと思ってますけどね。であのー、服はね、今ね。 たまたまなんですけど、あの悪魔の手前裕太の公演の T シャツ着てます。はい、あの意味深なあの手前裕太の。 お嬢ちゃんとあと関さんとかがこうね、映 <laughs> ってるプリントされてる t. シャツを着ています。はい、音声だけだと妄想がはがどっていいですよ。これね。あそうですね。はい、ねいいと思います。これうん、はラのなりの、うん、この音声なりの楽しみ方だと思いますね。すねはい、そんな感じで今日はお届けしておりますけれどもね。はい。はーいええー、あ,あ、もう一つ、じゃ、ちょっとね。はい。あの、お誕生日の。 あのー、メールいただいておりましたんでねちょっと行きましょう、えー、K さんから頂きましたありがとうございます佐藤さんこんにちはこんにちは、えー、先日は40歳のお誕生日会開催してくださり本当にありがとうございました、えー、緑川さんと坂口さんの間で幸せそうにしてらっしゃった佐藤さんにこちらは胸がいっぱいでした今回のバースデーイベントに合わせて発売された「青春ルート」を毎日少しずつ聞かせていただいております、えー、事前公開してくださっていた視聴バージョンも聞いていたのですがイベントの の,の部で風祭さんの「おっと怪我はないかい子猫ちゃん」の威力に見事爆死「風祭りは必ず攻略する」と心に決めて無事に風祭りルートのグッドエンディングを迎えることができました風祭りのような面白え男大好きです <laughs> <laughs> 緑川、えー、さんのような声質の方が演じる女性役が、えー、深いところに刺さりがちなのでヒロインが幸せなら OK と彼女がハッピーになれるルートをカチカチ選びながら引き続き大事に、えー、大事に聞かせていただきますねと。 えー、私事なのですが毎年夏になると高校の同級生4人で海までドライブすることが慣例になっています昨年は「ブレイブクエスト」をみんなでワイワイしながら聴かせていただきました今年は「アオハルルート」を聴きながらドライブねと今から盛り上がっています、えー、今年も佐藤さんが好きなものを形にして届けてくださって本当にありがとうございますということでいやーもうぜひお楽しみいただければもうね癖の強いキャラしかいない <laughs> ドラマ CD に仕上げたつもりでおりますのでね。では,い、はい。というわけで、えー、以上に通ね、今回はお届けしたわけですが。ありがとうございます。まあね、あのー、今回のこのもう一杯、そしてもう一件がですよ。あの、急にあの、あそうなんです。急にあのー、終わることになりまして、それであのー、すいません。ちょっとあのー、これから音声だけになるんですよ、みたいな感じで、ちょっと慌ただしかったなと。 いう感が否めないなということもあって、それで今日、小川さん呼んだと。<laughs> ちょっと詰められてるみてますけど。<laughs> <い> <laughs> あの、はい、さすがに僕だけのね、はい、説明でもあれなんで、はい、ここは P にもちょっと補足してもらおうよということがありまして <laughs>、ね、ちょっといくつか、はいえー、ご案内できればと思うんですがね、はい、小川さん。はいでかあの先ほどもありましたが、えー、と47都道府県の音もまず一周したというのが一つの区切りだったりるんですけどこれ大きいですね。とあともう一つはすいませんあのー、さすがにこう毎回ですねもう一回。えーはい も一緒に撮影をししてておりま要は3回分ですね撮っている感じになってたんですけれども、えー、佐藤さんがですね毎回そのロックの作業番組の企画とはいえ飲んでいただくのは結構なかなか大変だなというのは正直ありまして翌日もねいろいろ大変だったりすることもあったりするとは思うのでうえ今回はそ,の、まあ、そういったところの大変さを軽減したいなっていう部分があるのとできればですね音声にさせていただいて、はい、えもっとですね、まあ、ゆったり聞いてほしいなというちょっと思ってます。やっぱり 映像ってどうしてもその、えー、と YouTube とか流れていると,、うん、えと映像を見ながらだとどうしても何、ね、て言うんですかねこうながらでというかなんかこうがらが変なふうに捉えてほしいわけじゃないんですけど、うんえー、うまくこうちゃんと時間を作らないといけないところが<ー>、えー、もっと気楽に聞けたらいいなというのが一つですね。いまだ、あ、ちょっとこのお話しする前佐藤さんおっしゃってましたけれどもえっ、ー、とまあ、音声ということで、うん、まあその声優のねその芝居だったりじゃないですか声 うん、というふうに原点回帰をしていって、うん、あの声で伝えていくっていうコンテンツに、えー、今回まあ40という誕生日も終えたので,うで、ね、えもう一度その戻っていってお客さんに触れていただこうかなとはちょっと思っております、はい、えまあプロデューサーからすると、まあ、これは全然あの今後どう現実的かどうかわからないんですけれども、うん、あの逆に言うとこうでしょう音声になった分だけ、うん、えまあ例えばゲストが少し呼びやすくなるとか<ー>、はい、もう少し前向きな,なんかこう別の今までやなかなかやってこなかったことができるチャンスを あるかもししれないです,しす、ね、もちろんその特番とかで、えー、以前みたいに生配信みたいなとをやらないというわけではないのであそこら辺が何かこう誤解してうしくないなと思うのは音声になったからといったょう、こうなんかマイナーチェンジしちゃったんだなではなくて、えー、今だからこそ逆に新しい方針として見ていただきたいなとは思っているというのが、うんえー、誤解えのように伝えておきたいところだなと思ってますまああのー、そのお酒のことで言うとですよ、はい、弱くなったな <laughs> 砂糖よ。いや、あのー、正直悪いですけど、あの、ウイスキーってそもそもアルコール度数が強いじゃないですか。<laughs> かね、最低40ですかね。<laughs> <laughs> <laughs> なかなか30度のアルコール度のウイスキー多分ないんですね、そんなに。大体 <laughs> いい少なくとも40から上なので、<laughs> <ん>まあ、それを、えっ、ー、と、まあ、 炭酸で割っていただくもありますけれども、まあ基本ロックでお飲みになられ、まあ本当においのはロックだとするので、まあロックでお飲みいただくので、まあロックで飲んで、まあ大体それもシングルでダブルぐらい飲んでるじゃないですか。そうですね。まあダブルって量の大きさなんですけど、はい、それをあの、何でしょう、ええまあ3回分飲むのはちょっとしんどいかなと。まあしかもその、1つの番組がんですかね、ええ60分とかあればいいんですけど、はい、30分三十分。まあ実際とに15分とかついじゃないですか。そうですね。はい、そのあの、2時間で3杯飲むって結構。 結構しんどいあ。そう。あとね、あのお供をいただくじゃないですか。はい、美味しいやつを、はい、あのお供を食べて飲んでしてるとまったりして、それが良さだったりもしたんですけど、はい、こう <laughs> なるとですよ。メールが読めねえ。すよ <laughs> ね。すいません。だって。あのお客さんへのメールもあのー、ちゃんと。 読むためにもアルコール飲まないだけじゃないんですけれども客によっては飲む時もあるんですけれども、うんまあ、なるべく今回からはあアルコール控えめにしていただいて、ねえー、お客さんへの,あのメールとかの回数増やしたりとかし、ね、っかりトークできたらなというところも踏まえていこうかなと思ってますし40の時もおっしゃってましたけどその芝居の部分をもうちょっとスポット当ててトークしていただくような番組にしていきたいなと思ってますの先ほどもメールいただきましたけどその CD いの引き続き作っていける施策ができたらなとはそうです、ね、我々は考えて、まあ、考えてるだけなんであの必ずこうしますよというわけでは今ないんですけれども、うん、あのできたらなとは思ってますまあおかげさまで私もこう小川さんと全身のやれますからですよ、はい、こう一緒にやらせていただいて、はい、もう10年前後そうですね <laughs>、えー、やらせていただいてますけど、はいはい、やっぱり続けていく上で こうずっと同じことやってるってのももうちょっと難しいもんで、ええ、こうやっぱりこれまでもいろいろ手を変え品を変えやってきたじゃないですか。はい、なんで今回のこのこ音声化 はいえー、音声での放送っていうのもその一環なのかなと僕は捉えていますね、ええ、はい、はいはい、そうですねあのより長く続けられるスタイルに変わったんだなと思っていただけたら、うん、なんか本当に安心していただけるのかなと思っていてそうですね何、はい、か,なんかこう結構かんぐっちゃうじゃないですかなんかだんだん終わっていくのかな <laughs> いやいやあの <laughs> そういうのって人間覚えじゃないですかだか畳むつもりはないんですよね <laughs> す正直なこと言うと であのチェイサーの皆さんがね佐藤がいろんなご当地のものを飲み食いしてる様が見られなくなるのは寂しいっていう声が届いているのもまた事実そすのも受け止めております私もね。だけどそれが今後一切やらなくなるっていうことでもないのでいならイベントでね先日長崎行かせていただきましたけどあの。 ステージ上でこのいろいろなものをいただいたりっていうことが、あの、ここ数年を経てしやすくなってきたなって。 っててのは正直感じてるんで、うんうんうん、そういうところでやっっぱりうままくミックスさせてていけたらなとも思すねなんか今までだとこう決まったフォーマットでやらせていただいてたんですけど、うん、まあそれがもう少しこうバラエティーに飛んでくる可能性もあるじゃないですか、えー、まあこの回の時は食べたりする時もあれば、えー、この時お酒飲んだりする時もあるし、えー、まあじゃあそうじゃない時もあってみたいな感じなので、うん、まあ内容的にはもう少しこう豊かになってくるんじゃないかなという気はしてます,す、ね、だから前向きにチェイサーの皆さんも捉えていただけたら嬉しいなと。えーはいはい なんか私はちょっとお客さんに伝えたいな安心をしてほしいなっていうので、うん、今日出れたらよかったなと思ってありがとうございます,ますはい、まあ、まあそんなこんなでなんすかねリニューアル第一回はこんな感じなんじゃないですかねはいえー、<laughs> はいまああとはそうだねせっかくなんで、はい、あのメール読めるようになったってこともあるんでね、はい、ちょっとじゃあえー、こちらからいって。 せっかくなんでちょっと青春ルートのメールをね、えー、ご紹介したいと思いますがメンダコさんから頂きましたありがとうございます、えー、佐藤さんこんにちはこんにちは佐藤さんもう一杯プレゼント佐藤拓也40歳のお誕生日会乙女ゲーム風 CD 青春ルートを攻略させていただきましたありがとうございます、えー、出演されているのが3人とは思えないほどの登場人物の数令和に皆さんのモブが聴けるなんて逆に贅沢すぎると思いながら隅々まで堪能させていただきましたまさにいた 乙女ゲーム王道がこれでもかと詰め込まれていてとっても楽しかったですこのキャラクターはきっとこういうビジュアルをしているんだろうなとかここは絶対スチールがあるなど今まで自分が乙女ゲームをプレイしていた経験が聞きながら爆発本当に楽しかったですありがとうちなみに私の中での風祭り先輩は制服のジャケットを袖を通さず羽織っているビジュアルで想像していました 個人的に一番好きだったルートはミックモくんルート。一番怖かったルートはゆきさんルート。イベントの朗読から一番印象が変わったセリフは、風祭り先輩の面白い女の子だねです。朗読ではあんなに面白かったのに、このセリフに普通にドキドキしてしまっていて、とても悔しいです。えー、最高のドラマ CD をありがとうございましたということで、ありがとうございます。風祭り先輩はね、うーん。 そうだねドラマ CD の時はこう詰めりの感じだったんですよねしっかり爪入りの感じだったんですけどなぜかあのー、先日のお誕生日会の朗読パートか朗読パートではなぜかちょっとあのー、袴を履いているイメージがね。<laughs> ちょっと稲妻のようにね僕の中でちょっとほとばしてしまってちょっと濃くなっちゃった感は否めないのねまあでもこれドラマ CD の良さだと思うんですよあの正解はないんでイメージにね,ね正解はないんで、はい、皆さんそれぞれのイメージで見てくださればよあの頭の中でこう再現してくださればいいのかなと思っておりますね特にユキさんなんかは朗読ではやってませんからね えー、なんんんででいいいいすあのー、この前のーゲームブック風 CD もそうなんですけど、はい、あの皆さんの頭の中で保管されるまでがパッケージだと思ってますんでね、うんえー、だから朗読っていうこのエンターテインメントもですよあの毎度毎度僕一人だったりそのゲストさんを交えて、えーあのー、皆さんにお届けしているものにはなるんですがこれが何だろうな 本当に、あのー、今ほんエンターテインメントというものがこうドラマだったり映画だったりはたまた音楽にしてみてもそうなんですけどこういつしか倍速でそれを見たり聞いたりするっていう文化が生まれてきているっていうのも私はあのー、分かってるんですがだから、あのー、そうじゃなくて。 時間をかけて楽しんじゃいましょうよっていうのがどこかあの贅沢な趣味にあのなってきてしまっているのかもしれないというふうに感じていてでも趣味なんだからたくさん皆さんねあのやることがあの山積みだなっていうことは重々承知なんですけれどもでもだからこそこう,こう落ち着いて。 物語の中に自分をこう投じるっていう行為を楽しんでみていただけるといいのかなというふうにも思っておりますんで、えー、ぜひあの迷いつまずきながらこの「青春ルート」を楽しんでいただければいいのかなというふうに思っております。はいというわけで、えー、ぜひね皆さんのペースでお楽しみいただければいいかなというふうに思っております。というわけで、はい、どうですかねはい リニューアル1回目皆さんどうあの皆さんのお声がもしあの感想という形で届くようであればですねそれも踏まえていろいろカスタマイズしていければなというふうにも思っておりますので、はい、ぜひぜひ、えー、X」の方でも構いません、あのー、佐藤さんあのねの「ハッシュタグの方でも構いません」メールでも結構でございますんで、えー、お寄せいただければそれを踏まえてああなるほどなと思いつつ佐藤やっていければなというふうに思って すりますので、えー、これからもどうぞ皆さんのペースでお付き合いくださいというわけで今回は、えー、リニューアル紹介小川さんと一緒にお届けしましたありがとうございましたありがとうございましたはいというわけで本日はここまでですおやすみなさい。